ここは市場ですね。これは確か櫓だったと思うんですよね。天守閣じゃなくて櫓。お城の部分はもう雑司になってて、図書館だかなんだかなになってるんですよね。そこかな、その建物。だからお城自体はないですね。確か櫓だったと思うんですよね、これはね。ここのお堀だけこうあって、この土浦の亀状にちょっとこうこの辺まで似てますけどね、土浦の亀状。あそこもなんか再現するような工事やってましたけど。この入って右側のところに歴代の城主とか書いてあるんですね。押城、押し堀、押し城跡って書いてあるのか。建物があるんで、お城本体、お城本体があったのはこの建物の場所って考えておけば、博物館ですか、この場所って考えておけば大体いいんじゃないかなと思うんですよね。だからこれは櫓だと思うんですよね。
忍城の由来。忍城は文明10年、1478年頃、成田義康により築城された守りやすく攻めにくい難攻不落の名城であった。ここですよ。守りには強いけれども攻めには適していないという名城であった。伝えられている。ここですね。忍城。天正18年、1590年、豊臣秀吉の関東表情中で戦われた。ここにも石田三成ってありますね。石田三成による忍城水攻めにも耐えと。あそこの古墳のとこで石田三成の1590年あそこの円古墳の上に本陣構えたって書いてありましたからね。でこう見えてましたからね。こっちかな、こんな感じか、こう見えてましたからね。これね、忍城の城と称されたという。寛永16年、1639年の老中安倍、忠明が入城し、忍城大改築に着手。孫の政武の代に至り、忍城古参会櫓の建設場も運転管理と。だからそれこれじゃないですかね。忍城古参会櫓って、まあ、一回ここ見に来たんですけど、ちょっとそこまで記憶力は良くないので、1823年伊勢の桑名から松平が岐阜市と、松平の殿様がいたんですね。松平、まあ城主はコロコロ変わってるでしょうけど、時の祭り元で、そういうことですね。これはこちら神社の方なんですけど、なんだっけ、諏訪神社じゃなくて神宮か、神宮ですね。何神宮って言ったかな。忍城城櫓の石垣、1702年に3階層1棟、2階櫓2棟、1873年。櫓ですね、やっぱりね、これね。櫓。ここが博物館ですよ。博物館のあったところに、このお城があったと考えればいいんですね。いいんですねって俺の言うのも変だけど、何の権威もない、憶測で言ってるだけだから、そうかなって、観光客がそうかなって。こっちは鐘、こっちの方が昔っぽいな。博物館入り口、これ博物館。お城って考えておけばいいんですよね。全然違うけど、忍城の鐘、
私の城ですよ。守りには強いけど攻めには弱いという、攻めには弱い攻めには弱いお城ですね。守りは強いんですけど、こんな感じですよね。松平の殿様でしたね。あそこの古墳と、古墳とつながってるっていうか、石田三成がその古墳のところに本陣を構えて戦ったと。このなんか水攻めになんとかかんとかって書いてありました。ここは何年か前に、なんだっすかの深谷の市民会館でゆるキャラの深くんとヨーグルトのイベントがあって、その帰りにザ・スーパーカーで寄ったんですけど、なかなかあれでできなくて、今回ビデオに書いちゃいました。守りに強いお城。